これじゃあ今お母ちゃん配信見てんのかな。なんかめっちゃリスナーさんからの語呂のいいさあだ名めちゃめちゃもらってるからさ、もうなんかその脳になってるの。4文字のなんとか聞いて終わるやつはだいたい初めのあだ名だと思って、ささやき始め、ひたむき始めいやちょっとでも自分で名乗るのちょっと恥ずかしいな。ひたむき始めった、なんか自分で自分をなんか褒めてるみたいな。はじめひたむきですけどみたいな。いやマジでごどいいよな。前向き始め大喜利始め、なんでもありそう。でもなんかさ、こうやってなんかこうおむつ屋のいっぱいくれるじゃんみんな。なんかたまに悪口混じってるからおいおい、ごど合わせね混じって悪口じゃのやめろよとかもじゃん。ムキムキ始め、ポジティブ始め、褒めてき始め、輝き始め、もういいの。あ、そしてな、あの皆さんのねおかげだ、銀の盾もいただけました。もうほんとにゃありがとうございます。なんか届いてびっくりゃびっくりゃみたいな感じですけどおめでとうってありがとうにゃ。もうこれはねもうほんとに登録してくれたにゃ皆さんのおかげなので、ほんとにありがとうございます。うれしいやし、なんか感動、感動もあるんだけど、どっちかっていうと驚きや驚き始めあ、本当にこれって来るものなんだなみたいな感じたねえ、これこれさ、今お母ちゃん配信見てんのかな。なんか今さ、銀の盾ってなーにって今連絡来たんだけどポンってお母ちゃん見てんじゃないこりゃいや、銀の盾はあれですよ、YouTube のチャンネル登録が10万人様超えたら YouTube さんからもらえないやつですよ素晴らしいですねって、皆さんがあなたのことを支持してくれていますみたいな感じだ。いいなこの思い届けぶっちょうさん、めっちゃお母さんってなんかいや、なにゃおめえとうちが結婚するみたいな言い方やめろよ。配信で会話していくしたい、新しいな地下に潜りたいなって思いました。火事さえなくなればあったかいのにゃ。